僕ミミズン。アイナ、まずは大樹のある場所に僕を連れて行って。拠点へ連れてって、ついてくるの。いやー、やだー。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。とりあえずあれだな。あ、何？君はずっと扉の前で守っててくれるの？寝ないの？私、衛兵だからさ、物を作るのはあんま自信ないけど、畑は魔物から守ることはできると思うよ。なるほど。襲ってきた時はみんなはあれなんかな？あ、ハンマーで叩けって言ったっけ？あ、持ち上げた。持ち上げたよ。持てるんや、これ。とりあえずじゃあ、え？魔物？あ、種に戻るんやね、これ。なるほど、なるほど。え、ってことは何回でも植え直しが可能ということか。へえ、めっちゃ便利やん。ごめんね、なんかみんなが戦いよるときに私めっちゃのんきやけど。え、なに？もうダメ？あー仲間が倒れている。仲間は傷つき倒れてしまった。しばらく待つと回復し復活。あ、そうなんやね。ベッドに寝かせると早く回復する。ほう。これか、強い魔物というのは。あ、ベッドが。ベッドが。ちょ、待って。寝た。待って、目の前で寝たんだけど、私。目の前で寝たんだけど。え、モンスターいたよ。なんか知らんけど、終わったっぽい。はい、担いで、で、ここに寝かせてあげればいいんだね。これで体力回復する？あ、で、ちょっとさっきの、このベッドを、はっ。はい、これでこっちは大丈夫、無事ね。オッケー、オッケー。モンスター追っても寝れるんやね。なるほど。はい、平和になりました。あのモンスターも消えたのか？で、小麦の種どれ？これか。じゃ、これを、植えていきまーす。植えていくけんさ、これちょっと育てといてみんな。でも5つしかないんよね。今のところ。でも、まあ、ここからまた、どんどん増やしていけということでしょう。はい、お願いね。なんかお願い？異常なーし。キャハー、あいな。私があげた小麦の種、いい感じに植えたみたいじゃん。だけど、健康の土が全然足りないみたいだね。このままじゃ大農園とかほど遠いよ。そうなんよ。それはそうなんですが、いくら私が畑作りに天才でも、こればっかりは。そういえば私、この辺に住んでる大ネズミから噂を聞いたんだけど、教団に言われて転々としてる草と土をきれいにできる一族の末裔が、この辺りをうねうねしてたんだって。本当ですか？もしその人を連れてきたら、健康の土を増やして畑を広げられますね。人なのか？うねうねしてるって言ってるけど。小麦が育つまでまだかかるかもだし、大ネズミから情報を聞いて土をきれいにできる人を探してきてよ。あのオネズミに聞けばいいってことかな。土をきれいにする一族を探して頑張ります。じゃ、その前にさ、武器を新調しておきたいんだ。はい、石の剣。これを一個作って。で、これを、装備しよう。オッケー。でさ、この、これ何？ヒノキの棒か。これをさ、持てないの君。ね、ヒノキ、呪箱は持てるみたいやけど、この子は持てないのね。他、あ、この子。はい。よし。これでとりあえず、私のお古だけど、装備させておいた。じゃあ、あとは、さあ、向かいますか。大ネズミにとりあえず話を聞きに行かなければいけない。あ、間違えた。大ネズミにとりあえずね、お話を聞きに行きましょう。位置的にやっぱりあのオネズミをね、こっちの方向。あれ？でも結構遠いな。別のオネズミか？まあ、私、石の剣、剣やって。でかっ！オークやん、オーク。石の剣を装備したから、昨日までよりはだいぶ、お？なにここ？なんか2匹もおるんやけど、導きの玉でちゅう。なにそれ？おやあなた、この不思議な場所に引きつけられてやってきたのですね。なんかわからんけど、何あの玉。
僕の後ろにある玉は触れるとその場所にワープできるようになる。なんとも不思議な玉なのです。え、ワープ？めっちゃいいやん。一度玉に触れておけば、マイナスボタンに開く地図から一瞬で移動できるようになります。ルーラができる、やった。この島はそれなりに広いですから、拠点との行き来に役立つはずです。玉を見つけたら触れておくのを忘れなく。それはどこからでもなんかな？それとも、玉がある場所からワープするってことなんかな？おっと、もしこの辺りのことを聞きたいなら、そこにいるネズミに聞いてみてくださいね。まあ、とりあえず、触っとこ。導きの玉を起動した。導きの玉を発見した。導きの玉に触ると、この場所にワープで来られるようになる。見つけたら必ず触っておこう。大ネズミの丘にワープできるようになった。うねうね連中。あ、一族のこと知ってる？ちゅ、なんでちゅ君は、やたらニコニコとした顔をして、大ネズミをバカにしてるんですか？そんなことはない。かわいい！仕草がかわいい！ちゅ、この辺りに土をきれいにする一族はいないかですか？土をきれいにする一族っていうのはよくわからないでちゅが、ハーゴン教団の連中が険しい顔で東に走っていったでちゅ。ひょっとしたら何かあったかもですね。お、東の方？そうそう、階段手前にいる大ネズミとは話したでちゅか？話した。冒険に役立つ話を聞けると思いまちゅ。まだ話していなかったら声をかけてみるでちゅ。ちょ、待って、マップが見えないから早く消してその情報。もう読んだよ。もう読んだんだよ。ん？ハテナマークはそこよね。いやね、あの子よね。オッケーオッケー。さあ、ってことであっちの方向に行きましょう。キーン。ほ、なんか鬱蒼とした場所だな。てか、本当に人なのか？人じゃないんじゃないか？しかも別に、ねえ、畑、土をきれいにする一族かどうかはわからんって言ったもんね。ここ？あ、なんかさらに、え、なに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 ？え、誰？え、人？人じゃなくない？おいあゆな、なんだあいつらは。悪しき大ネズミがきれいに土を作ってると情報が入った。この地で物を作るなんて許さんぞ。そんな、ちょっと体が勝手にうねうねしただけで悪気があったわけじゃ。黙れ。物など作って破壊をしないとは言語道断。黙って罰を受けい。聞き？どうした人間たち？我らは今物作りに手を染める、悪しき大ミミズを粛清中なの。あ、大ミミズ。ありがたいお説教をあたりみっちりとしてやろう。お前たちも粛清を手伝いなさい。ミミーン、そこの人間さん、助けて、助けてよ。おい、アイラ、どっちにつく？ミミズか？骸骨か？お前たちまさか、教団に逆らう気ではあるまいな。ならば仕方ない。お前たちも粛清してやる。粛清だ、粛清だ。待って、選択肢もないんかい。てい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 。さっきまでより強くなったんだ、私。うわい、やめて。じゃあ、私、弱い子たち相手にしとくね。こっち来んなよ。お前、指導の方行けよ。何、油絞った。お、強い！やったね。じゃあ、そこの骨拾いたいんだけど、私。イェイ。よし、これで。うわ、気持ち悪いけど、どうも。ミミン、ありがとう。僕をいじめるハーゴン教団の連中をやっつけてくれたんだね。それで君たちは？動かないでくれ。ビルダー？新しい大樹を育てるために土をきれいにする一族を探してる？実は僕、大樹の息吹を感じて、方々をうねうねして探してたんだ。これは運命ってやつかも。僕たち大水こそ、草たちをきれいにできる一族なんだ。僕がその最後の生き残り、最後マジか。はっはっは。こんなうねうねが土をきれいにするのか。きっと農園の奴らも驚くな。まあ、確かに現実でも、ミミズがおる土は綺麗みたいなの言うよね。僕、ミミズン。アイナ、まずは大樹のある場所に僕を連れて行って。拠点へ連れてって。ついてくるの。いやー、やだー。やだー。あんなのが後ろからついてくるのか地獄だわ。辛いよー。非常に辛いよ。あ、ここになんかない？気のせいかな？何もないんかな？なんかあの暗がり、あの洞窟みたいなとこに何かがあるような気が。いや、なんかあるぞ。ちょ、寄り道するね、私。あそこに行きたい。あ、ほらほらほら、はてな。あ、これあれやない？パズルのやつやない？よしよしよし。さあ、到着。あれ？調べれない。え？調べる、あ、もうもしかしてこれは、最初の1個しか調べる必要はないんかな？じゃあ、あとはもう普通に、よいしょ。ほ。ちょ、は。
これで OK ですか？はい、パズル完成。あっという間やね。ビルダーパズルをクリアした。どんどん難易度上がっていくんかな、やっぱり。お、これで小さなメダル1個ゲットー。でもこれをね、交換してくれる人を見つけなければ意味ないよね。まあきっとそのうち出てくるんやろうけど。てか何箇所あるんやろ、ああいうところって。はい、帰ってきました。土をきれいにする一族。あ、待って、みんな、そっち。お、よかったっす。よかったですね。よかったじゃん。みんなモンスターをめっちゃ歓迎してくれる。はい、どうも。わあ、すごいや。ここがアイナの農園なんだね。これが大樹の若木か。うひゃー。お、こやつは大ミミズ。何をしておる指導。早く駆除せんか。いやいやいや、さっきまでめっちゃみんな歓迎しとったやん。いや、おそらくこの大ミミズが土をきれいにする一族の末裔だ。え？大ミミズよ。お前もここで畑作りを手伝うのだ。さもなくば命はない。脅迫だ。僕怖い。大丈夫だ、大ミミズ。こいつがおかしなことをしようとしたら、これ、俺がぶっ倒してやる。わかった。それに僕、どうしてもここで愛の大樹を育てたい。改めてよろしくね。僕今日からここに住む。ここで草たちをきれいにするよ。常にこいつがいるのか。なんと、大ミミズが仲間に加わった。なるほどね。モンスターまで仲間になるのか、今回は。まあ、いいことなんだろうね。はい、これで達成。お、溢れた溢れた。何、どこ行ったの？それでなんか、定期的に移動するの？心臓に悪いんだけど。超絶心臓に悪いんだけど。小麦はさ、どういう状態になったら出来上がったの？これはまだできてないんかな？できたらまた、できたよ、的なことを言ってくれるんかな？いまいちよくわからんのよね。何話してんの、君ら。やったじゃないな。土をきれいにするオンミミズと友達になれたね。はっはっは、あいな。あんなうねうね懐かれるなんて、魔物に好かれる才能でもあるんじゃないか？これでついに、健康の地を作って畑を大きくできます。情報をくれた呪縛さんのおかげですね。キャハハ、どっちかっていうと、アイナと情報通の大ネズミのおかげだよ。私は何もしてないし。理由はわからないけど、この島の大ネズミとリリパットは、やたらと人間に協力的なんだ。あ、今回もリリパットは普通に話せるんやね。どっかで見つけたら、どんどん話を聞いてみるといいかもね。その島その島で話せるモンスターがおるってことかな。リリパットと、何？大ネズミ？ちょっとやめてよ。びっくりするやん。あ、なになになに？なんか、クエストですか？いや、待って、埋もれた。埋もれたよ。あいな、僕たち大水族はこの島でずっと健康の地を作ってきたんだ。僕は健康の地と鮮やかな緑で島がいっぱいになるところを見てみて、あ、そっか、ここを復活させてくれるんか、今から。そのためにもあいな、早速草たちを健康の地に変えていこう。ついにこの時が来ましたね。お願いします、ミミズンさん。それで、どこを地にすればいいの？とりあえず、このカカシの周り。そっか、カカシが立ってる場所が畑なんだね。だったら僕、そこを健康の地にするよ。ミミミミ、やるぞ。僕のアクロバティックな動き、見ててよね。アクロバティックな動き？何？うわぁ、あ、すごい！ほんとや、めっちゃ健康な土に変わっていきよりやばー。え、すげえ。これめっちゃ拡張できる。あ、耕していってもくれるんやね。ありがとう。なるほど。これで耕していかんといかんなーってちょっと思いよったけど。すげえやん。あ、どうも。ミミン、どうかな、アユナ。草たちを健康の地に変えてみたよ。うきゃー。めちゃくちゃ。すごいです。農園の中に健康の地がたくさん。ミミズンさん、アユナさん、私本当に嬉しいです。我が輩、ボバンゴの実が現れてから、農園の地がすべて腐り、わずかに育った作物も枯れ、もうダメかと。なんでお前たち、泣いてるのかよ。土ができたくらいで大げさだな。俺たちずっと草たちに囲まれて生きてきたんす。だから嬉しくて。喜んでくれて僕も嬉しい。これからもカカシがある場所を健康に作り変えていくね。とわはは。
この時のためにまた種をいくつか探しておいた。大きくなった畑で育っていこうぞ。小麦の種ちょうだい。小麦の種、キャベツの種。あ、やった、ありがとう。マジか、小麦もゲットした、嬉しい。さあ、これでどん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 増やしていこう。とりあえずみんな耕して耕して、私植えていくから。はい、お、はい。これ建物のギリギリまで畑やね。なんかこう見たらさ、とりあえず植えていくけども。よいしょー、いい感じ。あ、ハート。ほらほら、みんな耕して耕して。あ、これで畑の拡張ももう29まで来たよ。あ、こんだけしかできんかった。こんだけだったわ。アイナさん、この健康な土の匂い。はぁ、なんて素敵なんでしょう。これもミミズンさんとビルダーのアイナさん、そして畑作りの天才である私の努力の結晶。自分で天才っていうのすごいよね。健康の地ができたことで、私もっと畑を広げたくなりました。まだまだ種が欲しいです。わかるよ、それは。実は地獄さんに聞いたんですが、ここから北西の黄色い丘を越えた先に、古い農園の跡地があるらしいんです。そこなら種があるかもしれません。どうか地図を頼りに探してきてください。北西の農園は、どや、なになになに、また、モンスター、どこや、モンスター、おった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 。来いや来いや。てか、ドラキーだらけやね。どうした、へいへいへい。もうあっという間にやっつけれるけんね、お前らなんか。くっ。怖い？何が怖いの？なんかドラキーが怖いって言ってるんだけど、どうした、何があったの？逃げよるやん。めっちゃ逃げていきよるやん。なんかちょっとかわいそうやわ。はい、拠点を狙うモンスターをやっつけた。オッケー。ってことで、北西の農園跡。北西の農園跡。あれか。さあ、向かいますかね。行くよ、シド。こっちだ、こっちだ。上がれねえ。あ、上がれねえ。ここ越えてった方が早いかな。ん？なんかあれ2箇所あるよ。あれ何のマーク？なんか、ね、ハンマーのマークがついとんやけど。なんやろ。よいしょー。いい感じに山を越えてく。あ、これか！え、人がおる、人がおるよ、あれ。あ、降りれなそう。え、待って、降りられなそうなんです。あ、ツタがある、ツタがある。いけるいけるいける。はっ。ちょっと待って。あ、怖い。よし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 。あダメージ。普通にダメージ。ほらほらほら。絶対ここなんか、村やった場所やない？待って、宝箱ある。ちょっともらってくね。お、中身キャベツの種やん。やった。あ、ほら、寝床もあるし。いい感じ。ね、焚き火もあって。どうも。ああ、人間。オイラは腹が減って腹が減ってもうダメになりそうだ。オイラ小麦の種を持ってんだけど、オイラは種なんか食いたくないよ。なあ、人間頼む。オイラにキャベツを10個くれ。そしたら小麦の種はあんたにやるよ。あ、キャベツ10個あるよ、私。あげますよ。はい。おお、あんた、キャベツを10個持ってるじゃないか。さあさあ、早く、キャベツを10個オイラに送れ。はい、オッケー。おー、ありがとう、人間。これでオイラなんとか生きていける。こいつはお約束の種だ。ありがとう、7個手に入れた。やっぱり人間はいいやつだな。オオネズミ族との盟約を覚えててくれてるんだろ？全然知らないけど、何盟約。何？盟約なんて知らないだって？全然。あれ、そういや盟約って何だったっけ？オイラも忘れちまったぞ。クシクシしよるのめっちゃ可愛いんだけど。いいね、いいね。あ、何これ。何かしら達成したわ。ありがとうね。君に話しかけたんじゃないんだよ。オオネズミに話しかけたんだよ。君もやっぱ、あ、これ、作業台？あ、なるほど、いいやん。めっちゃいいやん。あ、向こうにもなんかおるね、オオネズミが。全然本題じゃない方を次々と。待って、あそこに宝箱あるんだけど。あっこには？ここのツタから上がっていけそうな気が。
ほっ。よし、いいぞ。なんやろ、これ。あ、命の木の実、やった。もらっていきます。これもしかしてさらに上に何かがあったりとかは？は、あ！あ、危ない。く、は、て、く、く、届かない。いや、別に何もないね。何もないね。じゃあ普通に、あ！ダメージ受けなかった。よかった。やあ、人間さん。煙となんとかは高いところが好きなもの。あなたも高いところが好きでしょ？そんなあなたに私が高いところに登るためのクライミング技術をお教えしましょう。お、何？冒険には高いところに登る場面が多々あります。クライミングを覚えて損はありません。ブロックを壁にくっつけて階段を作るか、ジャンプしてブロックを下に積んでいくか、それがクライミングの基本です。さあ、早速やってみましょう。この屋根の上にあるお宝をクライミングで取って、取ってきたやや人間さん、屋根の上に登って命の木の実を手に入れたんですね。どうです？ブロックを使ったクライミングはうまくできましたか？ツタを使いました。あなたは冒険者のようだ。私がお教えしたクライミングの妙技、これからの冒険に生かしてください。ちなみに、あなたが手に入れて命の木の実は食べると体力上がる不思議な実です。きっとこの世界にいろいろなところに隠されていますから、どうか探してみてくださいね。噂によると、とてもレアで見つけにくい場所にあるようです。手に入ったらとてもラッキーですよ。ふぅ。知らん間に達成してしまった。ってことで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしておこうかな。はい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれなんやね、その大ネズミとの盟約というものがあるから、人間とは仲がいいのね。